はい、どんちゃー、笹谷です。本日もニュースをついていきましょう。今日前半の話題は、先日行われた令和の代表選びがかなり面白い状況になっておりまして、最終的には共同代表となる大石あき子のカンナマ問題が掘り返されて、思わぬところで炎上しちゃったお話と、後半はですね、2日間渋滞していた新潟柏崎市の豪雪通行止めの件で、ネット界隈ではあそこで EV だったら相当やばかったのではって声が上がってたので、その辺情報を探ってみました。僕の喋りを聞いて目のつけとかいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いします。いたします。それでは早速まずは令和の荒れすぎた話題から NHK ニュースウェブより見出しがですね、令和山本代表共同代表に代表選争った櫛渕氏と大石氏を起用ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。令和新選組の代表選挙で選出された山本代表は、代表選挙を争った櫛渕副幹事長と大石政策審議会長を共同代表に起用すると発表しました。二人は山本代表の新たな任期が始まる来年1月から共同代表になります。山本代表は実務能力や行政監視能力が高く、国会を舞台に戦い、一定の組織化を果たす上で必要な二人だと述べました。また、櫛渕氏は、来年春の統一地方選には全国で100人規模の仲間が挑戦するので、山本代表と役割分担をしながらカバーできる体制を組んでいきたいと述べ、大石氏は山本代表が一人で暴走するより複数人で暴走した方がよく私たちも出る国にならないといけない、自由な演出や企画をやっていきたいと述べました。おしまい。ということで、まず初めに言いたいことは、2022年最大の、ちょっと何言ってか分かんないって感じですよね、と。マジで意味が分かりません。だってね、共同代表って言うから、てっきりね、2名体制だって思うじゃないですか。でもそうじゃなくて、3名体制で行くんだと。これを朝日新聞はですね、トロイカ体制と見出し付けましたけれどもね、僕はこれ、両脇にね、女を抱えた山本太郎のハーレム体制だと思っています。だってそうじゃないですか。ほとんどの人がですね、山本太郎と大石か、もしくはですね、山本太郎と櫛渕かって、こういう風に想像していたわけでしょ。でも太郎ちゃんの頭の中ではね、おそらくですけども、どっちも選べないからね、両手に花でやっちゃえと。で、この話が漫才でも嘘とも言えないのがですね、大石あき子と櫛渕氏がですね、党首選の公約の中で、1、あなたが主役の政治、2、あなたが困らない、戦争に行かない、まあここまではいいとして、3番目にご注目ください、山本太郎を一人にしない、だってお前ら山本の女かよとね、前の動画でもこういう風に突っ込みましたけども、いやマジでやっちゃいましたかと。なんか僕も政党を作りたくなっちゃいましたよね。もちろん僕が代表で、で共同代表の片方はですね、高岡早紀代表で、もう片方が武田久美子代表でね、ちょっとホタテなんかつけちゃったりしてって、冗談はこれくらいにして、実は面白いのはね、こっから先でございまして、ツイッターで令和の支援者だとかですね、山本太郎の勝手連的なアカウントをちょっと覗いてみたんですけども、そしたらすごいことが分かりまして、なんとなんと令和の支援者の皆さんはですね、この3人の共同代表について全然触れておりませんいや厳密には触れてるんですよ、共同代表に大石と櫛渕氏が選ばれたっていうのはですね、それは触れてるんです。でも普段の様子と全然違う。だって普通ね、共同代表に誰々が決まったらばですね、その人を褒めるだとか、こういう未来がね2人で描けるだとか、まあそんなん絶対言うじゃないですか。例えばですけども、山本と大石の共同代表でやったならば、大石さんならですね、山本に負けず劣らずのあれなので、車の両輪にねしてね、ものすごいパワーでね、この令和新選組を動かしますよだとか、そういう褒めそやしみたいな言葉がね、いっぱい出てくると思うじゃないですか。でも今回のハーレム体制じゃなかった、トロイカ体制が発表された後のですね、令和支援者のツイッターを覗いてもですね、その事実をね、3人で共同体制組みますよというその事実だけで、嬉しいも悲しいも何もない。日本語にはですね、キョトンって言葉がありますけども、まさにあの3人体制に、令和の支援者までもですね、キョトンって感じでございますと。結果は僕ら外野だけでなくですね、令和の支援者までをも置き去りにする山本太郎の共同体制。あまりに想像が斜め上すぎましたですね、ささやん別な意味で脱帽しました。山本さん、あんたすげえよと。で、さらに面白いことがですね、記者会見で起こりまして、12月19日、令和の代表が3人でね、共同体制となりますよ。そういったね、会見を開きました。で、その場で山本太郎はこう述べました。
山本太郎がアクセルを踏みすぎるところにブレーキの役割であったり責任を分担できるということを考えるなら、やはり2人の存在が共同代表としてふさわしいのではないかと。自分のブレーキ役をこのお二方に期待して発言しているのに、そこに同席した大石明子はですね、山本代表が1人で暴走するより複数人で暴走した方がよく、私たちも出る国にならないといけないと、ブレーキ役どころかですね、一緒に暴走しましょうと。人の話を聞かないやつってこういう人のことを言うんでしょうね。もう船出からちぐはぐ感が半端ねっすと。でさらにですね、最も根本的なことを言うと、3人の共同体制になったところで党首討論が行われた場合ね、例えば、ね、NHK の番組だとかいろんなところの番組でね、党首討論が行われた際ですね、令和の党首って誰が出るの？結局山本党首なわけでしょ。今令和の中ではですね、山本太郎筆頭代表って言葉があるらしいんだけれどもねだったらもう山本太郎代表一人でいいじゃないので、大石とその櫛渕氏はですね、副代表としてやればいいじゃない。なんで令和はこんなにも面倒くさいのか。おそらく彼らの頭の中ではですね、3人体制で行くって言えばですね、世間の意表をつけるので、それでメディアにねロスできるなら儲けもんくらいに思ってんでしょうけども、それを見て山本さんやっぱ頭いいわと思うのはですね、それはもう令和の信者くらいなもんでしたね。世の中一般ピーポーはシンプルに言えることをわざわざ難しくして言うやつっていう風に見てると思いますどう考えても山本筆頭代表プラス代表2名っていう説明よりも、山本代表プラス副代表2名の方が断然わかりやすいでしょ。今の令和ってかまってちゃんの集まりなのかと、そんな風にも見えてきちゃいます。でさらに言っちゃうと、令和の所属の国会議員というのは8名今いるんですけども、そのうちの3人が代表なわけでしょ。議員数における代表のシェア率は実に 37.5% なんだこれを言って数字でしょ。もう乾いた笑いしか出ませんけれども、あとそうそう、大石さんが正式に代表になるってことですね。今ツイッター界隈では関西ナマコンがトレンド入りをしましてですね、こんな姿まで掘られてしまいました。ちょっとこちらの方ご覧ください。ストライキだけで約80人が逮捕された関西ナマコンの反弾圧集会に来ています。西梅田公園、絵がかっこいい、弾圧許すなとですねこれは2019年のツイッターなんですけども、威力業務妨害と価格カルテルを堂々とやっていた組織をですね、かっこいいと言ってる人がね、令和の代表ですからね。これが自民、立憲、維新だったらばですね、もう間違いなく反社組織とつながりがあるってことでね、それを糾弾されること間違いなしです。ところが旧来メディアはなぜかこの関西ナマコンと大石明子、あるいはですね、関西ナマコンと辻元清美に一切触れたがらないというもう報道しない自由を見事に発動した事案であります。だからマスコミはマスゴミと言われるんです。はい、リルの話はこんくらいにして、お次はですね、新潟の柏崎市でどか雪が降り通行止めになった国道の件で、EV に乗っていたら果たしてどうなっちゃうんですかっていう話題を、エンカウントより見出しがですね、大雪立ち往生に電気自動車は大丈夫ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。大雪により新潟県内で立ち往生が発生。柏崎市の国道8号では一時渋滞が22キロに及んだ。長時間車内での待機を余儀なくされる状況に、ネット上では電気自動車は大丈夫かと EV を心配する声が上がった。 EV には一酸化炭素中毒の危険がないというメリットはあるものの、ガソリン車に比べて脆弱なのだろうか。はい、この話は僕もかなり重要だと思ってまして、去年か一昨年だったでしょうかね、同じ新潟の湯沢6日町あたりでですね、その時も1日あたりですね、1メートル近くのどか雪が降って、で高速道路の車がもう動けなくなってしまってね、立ち往生してしまって、あの時もですね、一時今300台とか400台の車が、まあ、そこにねずっと留まる状況が続いておりまして、で EV がねこれに巻き込まれた場合、一体これどうなっちゃうんだろうってね、北郡に住む方々だったらですね、まあ、脳裏によぎったと思いますがと。で本格的な冬到来を迎える中、想像を絶する豪雪に言葉を失うと同時に、移動の足の確保に不安が募る。渋滞は徐々に解消されつつある中、その一方でネット上で目立ったのは EV ドライバーの身を案じる声だった。どれくらいバッテリー持つんだろう、今年も雪で立ち往生か、あれ起きちゃうと電気自動車なんて無力だよね、電気自動車冬は無理といった心配の声が続出。その主な理由は、必ずしも車がフル充電されているとは限らない中で、長時間身動き
気が取れない時のバッテリー切れを挙げている。寒冷地ではバッテリーの減りが早いとされ、極限状態でどこまで車が耐えることができるのか関心が高まっている。はいはい、ストップストップです。僕も昔ですね、プリウス PHV に乗っていたので、その辺事情はわかるつもりなんですけども、車の走行用バッテリーってですね、雪が降るくらいの気温になるとバッテリーのチャージが遅くなったり、あるいはですね、表示上は 100% フル充電してるのに実際はね 100% 入ってないとか、まあいろんな不具合が出るのがご定番でございまして、でさらにですね、 EV って基本ね熱出さないので、車内を温めるにもですね、走行用バッテリーから電気を取り出して熱に変換する、そういう仕組みになってるもんで、冬場はバッテリーの減りがねとにかく早いんですよね。エンジン車の場合はですね、ガソリンを燃やしてねエンジン回転させれば、エンジンやその排気から熱が出てくるので、その熱をですねエアコンに取り入れるだとかね、まあそんなこともできるので、冬場に暖を取るって意味ではですね、エンジン車の方が有利なんですよね。とで、雪によるスタックで動けない場合、ガソリン車なら万が一の時にも蛍光管による補給ができる。 EV は充電できず、雪のみならず災害そのものに弱いという指摘も兼ねてからある反面、一酸化炭素中毒になるリスクを考えると、ガソリン車よりも EV の方が雪に強い、シートヒーターだったら電気少なくて済むというメリットを挙げる声もあった。確かにですね、今回の柏崎市の大渋滞でもお一人女性がですね、マフラーに雪が詰まったりしてですね、その結果一酸化炭素中毒で荒れしちゃった方がいたのでね、そういう話を聞くと雪こそ EV の方がいいんちゃうのという声もあると思いますけれども、でですね、自動車に精通する整備士は立ち往生の EV についてニッチもサッチも行かなくなっちゃう、航続距離が長くてもあれだけの寒さの中でヒーター焚いて待っていれば携帯と同じで充電はなくなりますよね。充電がないと車は動かないわけで、充電スポットがありますけれども、地方はインフラも整備されていない、車自体が発熱もしないだろうから、ボンネットの雪も溶けにくいだろうし、地方で 100% の EV はちょっとまだ厳しいとの見方を示す。さらに雪国に行くときはガソリンが半分になったら必ず満タンにしろと昔からよく教わりましたよね。交通が麻痺したときに EV はどうすればいいのか、最適解にたどり着くにはもう少し時間がかかりそうだ、おしまい。ということで、この整備士さんは雪国の出身なんでしょうかね。なかなか良い視点をお持ちの方です。僕もこの柏崎市の隣、長岡市生まれなもんでしてね、よく親父から冬はガソリンが半分になったらもう速攻で満タンにしとけと言われたもんですし、雪で国道が全然動かないっていう話はもうしょっちゅうある話なので、通常ならそれなりの対策もね雪国の方はしてると思うんですけども、まあ今回のような数年に一度の豪雪はどうすることもできないわけで、じゃあ今回のようにですね2日間にわたって立ち往生なんてことになった場合、さすがにガソリン満タン、バッテリーフル充電でもですね、それが尽きちゃうことだってあるでしょう。じゃあ仮にそうなって車が動かなくなった状況の時に自衛隊さんだとかね、災害救助が入った場合どうなっちゃうのかということなんですけれども、ガソリン車やディーゼル車であればですね、燃料を入れたら動くわけですよ。3リットルもね、車に入れてあげればですね、それで20キロは走れますので、その間にねスタンドに寄るなりなんなりすることができる。じゃあその3リットルを入れるためにねどれくらいの時間がかかるのか、多分ね1分で済みますよ。じゃあ EV の方はどうなのかっていうと、バッテリー残量ゼロの場合充電しなきゃいけないわけでしょ。車のバッテリー性能にもよるので一概には言えませんけれども、20キロね、走る程度にバッテリーチャージする場合30分ぐらいかかるんじゃないでしょうか。それにその充電器はですね、人間がねこう背負って運べるものじゃない。トラックの荷台に大きなバッテリーを積んだ移動式充電スタンドをですね現地に派遣するしかないわけでしょ。結構無理ゲーな話ですよね。ただでさえ道幅が狭くってですね、路面も滑りやすい状態のところにですね重たいバッテリーを積んだトラックが向かっていく。今はまだね台数少ないからいいかもしれませんけども、これでですね EV 普及率 50% となった時に道の除雪が終わってるのに EV の充電に時間が食ってね、それで渋滞の解消に目処が立たないなんて冗談が現実になるかもしれません。だから僕はねこの問題、国交省が温度をとって、豪雪の渋滞に巻き込まれた EV がどのように脱出すべきなのか、あるいはですね脱出したのかね、今回ね実態把握した方がいいと思います。僕は EV をね悪者にしたいんじゃなくて、今後 EV をちゃんと普及させたいんであればなおのことね、ピンチの時にどうすればいいのか、これをね開示してもらわなきゃいけないですよね。とにかく暖を取るためにバッテリーが切れるまで電気を使って待つのがいいのか、いやそうじゃなくてですね、救助後のことを考えて除雪が進んだらもうすぐに車をね動かせるように 15% 程度ね残量を残しておいた方がいいのか。今回の柏崎市の渋滞では800台がね動けなくなったそうなんで、ですからねその 2% が EV だったと仮定して、であればですね16台分のデータが取れて
ていうわけなんでね、そこら辺ちゃんと把握してほしいです、統計的にね。でもっと言っちゃうと、これ JAF に聞けばね、バッテリー上がりの EV をどうやって救助してるかなんてね、すぐわかるでしょうからね、その状況を公開して、で場合によってはですね、大雪予報が出た際にはですね、なるべく EV を控えましょうだとか、出発前にですね、フル充電は絶対しておきましょうだとかね、雪の中で充電切るとめちゃくちゃ面倒だから、そこんとこよろしくだとかね、まあいろいろ言えるはずなのでね、今日豪雪時の EV の状況ね、結構時間かけてウェブの方を調べてみたんですけども、ほとんどデータが出てこなくて、こんなに情報が未熟な状態で、カーオブザイヤーは日産のサクラでした、そしてインポートカーオブザイヤーはヒュンダイのアイオニック5でしたって、業界全体で EV は素晴らしいですなんてね、そんなメッセージをね、このカーオブザイヤーで投げかけてるんだけども、この国では EV に都合の悪いことは言っちゃダメなんでしょうかね、と車のリスクを開示して納得して、本でユーザーに買ってもらう。僕はね、東京で EV の乗るのはね、ストップアンドゴーも多いですしね、充電スタンドもいっぱいあるでしょうし、それなりにね、制御はあると思うんですけども、雪国ではどうなんだと、国交省もメーカーも評論家ももっとデータ出し上がれということで、今日も話が長くなりましたので、これくだんして最後はほっこりなぞかけて締めたいと思います。 EV とかけまして、雪道で走りにくいと解きます。その心はもたつきます今日の謎かけは綺麗に決まったんじゃないでしょうか。たまには自分のギャグをね、自画自賛することもね、悪くはないかと思いますけれども、ということで本日も面白かったためになったとかですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。